あのそういった、えっと、まず一つは新しいこと、新しいことっていうのをあのどんどんあのやっていく、まあえっとで、講演の中にもありましたけどねあの、伝統っていうのは革新の連続だっていう、革新止めたら伝統は止まるっていうようなことだと思うんですけど、そういったあの受け継いでいくっていうことと、それから、 あのー、新しいことをやるっていうことをっていうのをこう,うまく何というのかなえ特にこう次世代に継承していくっていう意味ではあのー、皆さん方も若いですけどあの山木さんは若干ちょっと上みたいですけど、ね <laughs> はい、<laughs> 若い人たちにね<や>あの PR っていうか <laughs> 分かってもらうっていうような、あのー、取り組みってすごく今後重要に なってくると思うし、あの、これ結成されたばっかりだから、あの、これから、あの、考えていくっていうことだとは思うんですけれども、まあ、それぞれ皆さんの分野でもっていうことでも結構なので、あの、今後、こう、 まあ、アイデアベース実現できるかどうかもわからないですけどそういったことも含めてこんなアイデアがあるとかなんかこんなことを考えてるっていうようなことをあったらご紹介いただきたいなと思うんですけどどなたからでもあれですかまあやっぱり福田さんからいきますか。 カツヤさんも先週ハワイに行っか、私も先週イギリスのあのビクトリーアルバート美術館の方に僕の作品をあの収蔵しに行ってきて帰ってきたんですけども、特にこう海外に行くと、着物をもちろん着ていくわけですけども、その時に着物を見ると、あの、ちょっとこう、みんな、なんていうんですかね、笑顔っていうか、おー,おーみたいな感じで、まあ、顔が、 あの、肉眼会になるっていうのは、日本人の方も同じだと思うんですけども、浅草に行っても、京都に行っても、着物の人を見ると、ちょっとこう、微笑ましくっていうか、ニコッとこう、顔がほころぶっていうのがあると思うので、まあそういった意味で、あの、文化をこう、あの、通して、あの、文化体験を通して伝えていくっていうこともそうですし、で、元々もともとは、あの、東京オリンピックっていうこともあったので、あの、チーム J カルチャーの方もそうですけども、次はまあ大阪万博があったりとか、いろんなこう、まあイベント ってことってのはすごく増えてきますので、まあ、そこで、あの僕たちなりに、まあ、焦らず、あの、じっくり、あの、星据えて、あの、やっていければいいのと、いいなと思うのと同時に、 あの、こうやって話してる中で皆さん、あの、実はもう本当ボランティア活動で、あの、参加をしてくれてる。本当にお金は全くもらってなくて、本当にこう自分たちの、えー、ってことをっていう風に考えてくださってる。本当に、あの、てっぺんの人でありながら、スペシャリストでありながら、やっぱりすごく気持ちが、 あの、いい方たちでもありますので、まあそういった意味で僕は、あの、まあ皆さんで活動していくっていう方向性を決めるときには、あの一番皆さんが、あの、みんながいい方向でワクワクしながら、あの、楽しいことが、あの、具体的なことはまだあんまり言えないんですけども、あの、まあ地道にやっていければいいかなと考えております。ありがとうございます。今後の夢なんかも含めて、小堀さんはどんなこと思われますかす、ね、夢 あすごく大きなものになりましたけれども <laughs>、まあ、この4人で若獅子というのを結成してあの茶道の中では畳一条の中手前座の中で、まあ、取り合わせといって、えー、釜を選んだりお茶葉を選んだり、まあ、お菓子とか、えー、水差しとかいろんな道具をこう取り合わせて調和させるというのが、えー、畳の一枚の中で行われて、まあ、それが美しいとか。えー んかこう日本の文化の中っていうのは、まあ、取り合わせっていう,ふうにこうに取って合わせるのが、えー、やっぱりこう日本人というのはすごく長けている、えーまあ、人種というかそういう存在なのかなというのを思っているので、えー、今回はこの、えー、組紐、お花畳というあと茶道という4つの 業種が重なり合って若獅子を結成したのでまずは身近にそれらをこう取って合わせて、えー、ま組紐さんなんかは例えば着物だけではなくてある会社さんのこうオブジェを作ったりとか、まあ、そういうようなこともされているので、えー、それだからといってそれしかできないっていうことではなくてなんかこう取って合わせて新しいものを想像したいなというふうに今は思っています。 ただその新しいものが何になるかというのはまだ全然今考えてないので、まあ、今回ぜひ皆さんからむしろ何か聞いてお話を聞いていただいてアイデアをいただければ、えー、我々なら必ず成し遂げるという自信ありますので、えー、ぜひアドバイスとかご意見いただきたいと思っておりますはいありがとうございますか谷さんいかがですかそうですねえー、っと、えー、まああの すごくあのこの4人での活動ということをまずお話しする思うところとしてはやはりあの本当にできる方ばっかりですので、えー、そういった意味では本当にいろんな方に知っていただけるような活動というのがどの分野においても必要だと思いますのでそれをこうあの実践していけるようにということだと,あとあと4人一緒じゃなくてもあのそれぞれで多分あの組み合わせがすごくしやすい。 あの、4人かなと思いますので、当然、あの、畳の上でお花いけるとすごく素敵ですし、あの、この前、自分とこの流派の展覧会も和室であの展覧会しましたし、あの、お茶とお花という意味では、あの、僕がいけた空間の中でお茶をいただくっていうのもきっとできると思いますし、先ほどあの、組紐でオブジェをって話,話ありましたけども、その空間の演出ってとかも、 えー、組紐ととでってこともできると思いますしもちろんあの着物の,あのいろんな素材を使いながらいけるってことも当然できていきますのであの組み合わせは自由であのそれこそ取り合わせであのいろんなことができていくのかなっていうふうに思いますのでぜひあの、えーまあ、本当に何でもでき,できるっておっしゃってましたけど無茶振りしていただいてあこういうことを だできるのかなとか、あの、あんまりこうできる、できないを考えずに、あの、まず振ってくださいっていう。そうすると考えるってことができますので、あの、無茶振りしていただくことが、本当に新しい扉を開くことになると思いますので、うん、ぜひ何でもいいからお声かけいただけると、あの、嬉しいなと思います。うんえー、あと、夢とかそういうことですかね <laughs>。何かあれば。夢ですか,かですあの、やはりあの、ゆ、 有名っていうところで難しいあの一言では言いづらいんですけどもでもああのこういったあの伝統を受け継いだ以上は次世代に残すっていうのがまあ有名の一つだと思います、うんうん、であの今あのこれ農水省だから特にそうなんですけどもお花がですねあの生け花に向いた花材っていうのが本当に少なくなってきていますので、えー、っていうのはですねあの生け花って癖のある枝,が枝とかお花とかがいいですよ、ね 表情を出したいんですよだからあのこう確立されたとかこう均等になってるようなお花っていうのはうん、うん、あんまりお面白くない癖のある子,子たちを集めていけたいっていうのがありますので、まあ、そういった意味ではあの、えー、ちょっとそういうのも少なくなってきてますしそれからあのその、まあ、僕はあの自由花っていういけばなも古典古典花と自由花な かね、あの角花とじあのフリースタイルとかそういうのがあるんですけども僕はどっちかっていうと自由に行ける方をやってますので僕はいいんですけども古典のお花をやってる人たちからするとその伝統的な花材っていうのが少なくなっているうんそれも本当にあの、えー、減ってきているとで減ってきてる理由は需要がないからだと思うんですよ、ね、だから生け花の需要をとにかく増やすっていうことがあの 求められてることだと思いますので、それはあの海外でも。日本でも変わらず、需要を増やしていくっていうことが、うん、まあ、目標というか有名ですね。それをやっぱり自分、自分の次に。繋いでいけるようにしていくっていうことが、あの、まあ、使命っていうか、あれですし、夢、うん、の。だと思ってます。ありがとうございます。あの最後の方のね、うん、あの。花が。あの、生け花に合わないようなものが増えてきてるというか、そんなものが。 あの、多くなってるっていうのはちょっと面白いなと思いました。はい、い,いけられはするんですよ。ただ面、うん、面白くない。面い。がなくなってきたうってことです。なんかそういうふうなことをこう、面白く思ってもらう人たちが、あの、増えてきてるっていうような感じが、あの、私個人的にはするんですよね。私なんかあの、山木さんよりもちょっと上。<laughs> なので、まさにあの、平成のね、あの時代とともに社会人を歩いて歩んできたような、あの、世代ですけれども、やっぱりその、振り返ってみると、やっぱり平成の時代ってこう、効率化とかね、あの、生産性の向上とかっていうことで、えー、結構確実的な、あの、ものっていうのを、あの、がもてはやされるっていうような、 あの時代だったような気がするんですよねなんかこう令和の時代はっていうことをこう注目されるっていうのはなんかそういう時代の変わり目みたいなっていうのもねあ,のあるような気が実はしてまして、まあ、そんなあのことをあの言ってしまった後にあれですけれども <laughs> あの山木さんはどうですか畳は基本的に 敷かれている状態なので上、その畳の上でしてもらうことで生きる素材だと思うんです。で、まあ、農水さんの,のイベントというか、こういうところで言うのもなんですけど、いグサ以外にもたくさんあります。あの、畳の種類っていうのは。で、可能性もありますんで、ただ、いグサのすごくいいところっていうのがあって、あの、畳のことなんて皆さん知らないですよね。でも 実はあのいグサの効能って香りによるあのリラックス効果ですとかあとはその小学生中学生の学力向上であるとか研究結果結構ありましてあと天然の抗菌作用があったりとかですねそういうのをあの僕ら側がまだあんまり発信できていないっていうことがあるんですで知らなくて当たり前なんですけどお教えてもいないできるだけ 発信していくことによって皆さんが知ってあ、畳っていいねってなってくるとじゃあこういうのにも使えるんじゃないこういうのにも使えるんじゃないってなってきた時に初めてあの生きるのかなと思いますですからまああの畳業界だけで頑張っててもしょうがないのでこういう仲間と一緒にできるってことはすごく幸せですし可能性としてはものすごくあの広がるので全く畳のないあの家に住む子供たちが あの、うちの前通りがかると、なんか臭いって言うんですよ。嗅いだことない人は臭く感じるそうです。<laughs> だけど、擦り込みなんで、畳の匂い一回嗅ぐと、あ、これいい香りだなってなるんですよね。で、小学生受け入れて、町、まあ、探検なんかでやってるんですけど、これ、 畳の匂い嗅ぐと学力向上するらしいよっていうと急に好きになるんですね <laughs> <laughs>。畳いいねって。家帰ってから畳いいねってお母さんに言うんだよって必ず <laughs> う。ち畳ないからっていう人結構いるんですけどあの、畳なくても置き畳っていうのありますんでね。はい、フローリングの上に置ける。で壁材として今使ったりとかいろんな可能性がありますんで、うんあの、畳の上ですることも大事なんですけど、畳の可能性っていうのもちょっといろいろみんな皆さんから教えていただいて、うん 実現化していけたら将来的にはいいのかなと思ってます、うん。はい、ありがとうございます。あの、話は尽きないんですけれども、ちょっと時間にもなってきましたけども、あの、非常にね、あの、多様性っていうのが、まあ、これもまた一つの、あの、時代のキーワードになっているところへ、あの、今回、こういう伝統文化っていうものを、こう、背景にしながらも、いろんな、あの、多様な、あの、4人が、あの、集まって、えー、新しいものを生み出していこうっていう、 取り組みあの非常にあのお話を伺ってて、今後の活躍があの期待されるなというふうに思いましたあの。これからの活動なんかの発信も含めて、あれでしたっけ、インスタグラムもやってらっしゃるんですか、はい、はい、あの、まあ、あの、初めの一歩っていうことで、というか、何で言われなかったんだろうっていう感じだったんですけど、<laughs> まあ、SNS を通じた発信であったり、まあ、こうやって4人いても、こう、みんな違うことを言うっていう、まあ、なかなか すごいなって思うのと、あの、そうですね。あの、発信というところはやっぱり伝えていかないければ意味がないと思ってますので、まあ、特にこう、自分たちの業界のファンの人たちがそこを見てもらえれば、もう一んにと、集まってくると思うので、ぜひ、うん、あの、今後の活動を含めて、あの、いろいろやっていきますので、あの、まあ、 ご指導ご分担のことって硬くなっちゃうんであんまりあの言いたくはないんですけど、あの、はい。まあ、今日も今回も、あの、謝罪会見みたいになんないで、<laughs> い楽しく、あの、お話ができたので、<laughs> あの、よかったかなと思ってます。はい。本当にどうもありがとうございました。あの、画面の あの、前の皆様方もですね、え、ぜひ、これから、若獅子の会、あの SN、SNS の発信も含めて、フォローしていただいて、あの、活動を注目していただければというふうに思います。え、本日はお忙しいところ、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これにて、本シンポジウムのプログラムは全て終了しました。 長時間にわたりご参加いただき、誠にありがとうございました。